郊游。我们离开了机场，天气真好，开着梦想的汽车，我们去会见朋友。让我们学一些词汇吧。朋友、人和生意。友達、人々、仕事。友達、人々、仕事。怎样介绍其他人，以及他们怎样介绍我们？互相介绍。紹介、紹介。这位是先生、女士、小姐。さんとお会いしたいのですが、さんとお会いしたいのですが。很高兴认识你。はじめまして。はじめまして。你好吗？お元気ですか？お元気ですか？这通常不需要一个详细的回答，只需要客气的说“很好，谢谢”。您呢？元気です。ありがとう。あなたは？元気です。ありがとう。あなたは？如果不想那么正式，可以说“怎么样？一切都好吧？”調子はどう？元気してる？調子はどう？元気してる？一切都好。大丈夫です。大丈夫です。有时候表示一下对家属和朋友的关心是很好的。您太太好吗？您丈夫好吗？奥様はいかがですか？ご主人はお元気ですか？奥様はいかがですか？ご主人はお元気ですか？一个普通的回答就够了。他很好，谢谢。気にかけてくれてありがとう。気にかけてくれてありがとう。有人会问你，你叫什么名字？あなたのお名前は何ですか？あなたのお名前は何ですか？你可以回答，我的名字叫。私の名前は。私の名前は。以下这个问题只在方便时用，并且你想进一步了解对方时询问。您多大了？あなたは何歳ですか？あなたは何歳ですか？很多年了，我一直都回答，我二十岁了。私は二十歳です。私は二十歳です。我是1980年出生的。私は1980年に生まれました。私は1980年に生まれました。你从哪儿来？どちらの出身ですか？どちらの出身ですか？有时候两个人谈得很投机，好像很多年就认识了一样。您做什么工作？お仕事は何をされていますか？お仕事は何をされていますか？您有几个孩子？子供は何人いますか？子供は何人いますか？这是一个可能的回答。我有一个儿子和一个女儿。娘が一人います。息子が一人と娘が一人います。您是一个人来的吗？お一人で来られましたか？
お一人で来られましたか？你可以继续告诉他你和谁来的。我和一起来的。私はさんと来ました。私はさんと来ました。我太太、我丈夫。私の妻、私の夫。私の妻、私の夫。我父母、我的孩子们。私の両親、私の子供たち。私の両親、私の子供たち。有时你需要告诉你的婚姻状态。我结婚了。私は結婚しています。私は結婚しています。或者我是单身。私は独身です。私は独身です。離婚。離婚しました。離婚しました。丧偶。未亡人です。未亡人です。也许他们想知道你有没有时间和他们共进晚餐。您在这儿待多久？您在这儿待多久？あなたはあとどのぐらいこちらにいますか？あなたはあとどのぐらいこちらにいますか？记得吗？一天，一个星期，一个月。一日、一週間、一ヶ月。一日、一週間、一ヶ月。解释为什么到这儿来，可以这样开始。我来这儿。私は来ました。私は来ました。现在是具体解释。度假、探访。休暇のためです。休暇のためです。旅遊、出差。旅行、仕事で。旅行、仕事で。他们也许想知道你待在哪儿。你待在哪儿？どちらに泊まるのですか？どちらに泊まるのですか？他们也许会建议和你一起出去。今晚你有什么事吗？今夜は何をしていますか？今夜は何をしていますか？谈话结束时，通常会提到双方共同的朋友，请代问。好。さんによろしく。さんによろしく。